出し決めつけないで、ジャンパーにしてばいいかもね。こんにちは。こんにちは。今日は妻に撮っていただいてます。で、2000人登録者いったってことで、私のチャームポイントみたいな感じ。チャームポイントはこのタンクなんだけど、ちょっと寄ってきてもらっていい？これね、チャームポイントみたいな。はい。これ私と言ったらこのキャップだと思うの。多分僕16年とかもう18年ぐらいバイク乗り続けてるかな、このハーレーで。これ横から見てるけど、同じキャップつけてる人っていないんだよね。知らないけど。そういないんだ。だからまあ私がオリジナルと言って もう過言じゃないかもしれない。ずっとつけ続けてるから。で、今回2000人行ったってことで、ちょっとこうバイクのオリジナルのパーツをこう販売しようかなと思って、まあ、オリジナルっていうか、まあヴィンテージのパーツ作ったんだけどさ、これ作らせてもらいました。数量限定で、これね、はい。まあ、これがどん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 使っていくと僕みたいにこうなるっていう。やばいでしょ。かっこいい。古くなってるでしょ。そう、これはガソリンキャップにはめる感じ、キャップにはめる感じのやつだから。この側だけね。で、これお値段が送料込み1200円、12000円。はい、どうかな。私は買いません。まあでも本当にヴィンテージのパーツで作ってあるから、これマジでいい。例えて言うんだったら、餃子に入れるラー油みたいな感じ。わかりやすい。わかんない。ラー油入れたらパンチがあって餃子美味しくなるでしょ。ラー油は、食べないからちょっとあれだけど。わかりづらい。じゃあ女性で言うんだったらカラコンみたいな感じ。カラコンもそうだね、使う人はありがたいと思います。わかんないかもしれないけど、でもそういう感じ。それぐらい黒目がちょっと大きくなるかならないかぐらい印象変わってくるから。本当にこれがついてるかついてないかでマジで印象変わるから、これ本当に1台に1個持ってたっていいと思う。気分でつけたり外したりすればいいから。これマジでいかつくなるから、車両がいいと思います、だからどんなタンクにも合うと思うよ。スポータンだって、ピーナッツだって、ハマータンクだって、純正の 3.5 カロンだって、多分これ両方ついてる。多分これいかついと思うから。で、数量限定なんで、はい、インスタでもちょっと先にアップしたら数個売れちゃったんで、あとちょっとしかないんですけど、ぜひ皆さんよろしくお願いします。おめでとうございます。じゃあ本編で行きたいと思います。よろしくお願いします。販売車両です。
キシコなんだよね。メキシコですよね、はい、カラーが。だけど出てきたのはフレズルなんですけど、はい、どういうあれなんですか、その人がなんかメキシコ人、メキシコ人だったら面白いですね。多分そんな感じだと思うよ。へえ。でそういう塗装にクリーム塗ったって感じ で、ね、このゴールドがいいっすね、また綺麗、ね、こっち側は赤で反対側は緑、いいっすね。センターとかめっちゃかっこいい。かっこいいっすね。その流れで来てますもんね。フロントのネックからフェンダーにかけてちゃんと綺麗に繋がってて、なかなか出ないでしょ。出ないっすね。かっこいいな。行っちゃいますか、2台目。無理です、無理です。早い。特にバーアップしてるとかなんかそういうんじゃないですよね。ないないない、うん、ただの飾りですよね。飾りです。まあ、これじゃなくてもかっこいいけど、うん、全然そっち、うん、流行ったんだよね、当時。その当時ってことですよね。でもまあそのまま使った方がかっこいいじゃん。それとかすごい。あ、それでやってたんですか。それで用にっすか。違うよね。でもスプリングついてるから多分どっかに引っ掛けてたんじゃない。あ、それでこれチリンチリンじゃないか。ほんとだ、取れちゃった。取れちゃった。へぇー。ザ・サバイバー、ね、今じゃあ売り出し中のサバイバーはもうこの1台ですか。そうです。あとナックル。あ、この間のナックルですね。ハンドルとかもこれ作ってる、結構絞ってありますね。スプリングがまた合っててこの長さと。これフロントは何インチオーバーぐらいですか。20近いんじゃない。そんな長いですか。まあネック寝てるからか。これオフセットスプリングにして、はい、もうちょっと短いのに。はい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 。いや横水さんこそ似合いそうですもんね。ちょっとまたかったら取らせてもらっていいですか。絶対足長くてこう身長でかい人がなんですかね。こんな感じです。めちゃくちゃ似合ってますね。はい、やっぱ乗り手って違うんだと思う。ちょっとじゃあちょっとカジャさんまたかってみてください。それで分かる大体乗り手がいかに大事かっていうことが。もう違うバイクだもんねってのは冗談で。ああ全然いけてるわ、このぐらいでも。うん、でもそのさフロントの感じ懐かしいんじゃない。懐かしいね。このハンドルも長いね。あでもめちゃくちゃ長かったからね。ネックどれぐらい寝てるんですかね。結構寝てるから。そこまででもないか。どうだろう、どれぐらい寝てるの。うん、56ですか。怖い怖い。ちょっと待って待って、倒さないでまず、倒さない。ゆっくり来て、ゆっくり来て、ゆっくり来て、ゆっくり来て。はい、いいよ。どうでした。ちょっとちょっと取って。怖いよね、またがる。倒さないでね。そしたら買うわ。あ、でもいいでしょ、別に倒して。もうこれぐらいだったら。わ、いいじゃん、うん、ハンドルいいね、これね。感じ意外と軽いよね、ハンドル、立ってても、あ、立ってても、こいつな、こういう感じだろうな、ね、ってサイズおかしくないですよね、うん、意外とちっちゃい人が乗ってもいいんだね。でもかっこいいだろうね、コンパクトに乗ってもかっこいいかも、うん、うん、かっこいいなぁ。超かっこいいじゃん、これいいわ。こんな感じだよ。こんな感じだね。ねえ、オッケー。